はい、どうも皆さん、ヤマーボです。今回はですね、7月中に買ったものを紹介したいなと思って、います。じゃあもういきなり、雑談を置いといて、一つ目こちらです。夏山ガイド。これはもう北海道の人で、趣味が登山の人だった場合は一度は目にしたことがあると思います。これの何がいいかっていうと、まあ、いろんな山を知れるっていう点もありますけど、駐車スペースだとか、まあ、行き方とかね、そういうのが載ってるっていうのが一番こういいですよね。山登山道を知るというよりは、まずそこにどうやって行ったらいいのかとか、駐車場があるのとかって実際わからないことが結構多くて不安になってる人も、まあ僕も含めて多いと思うんですよ。それが書いてあるっていう、これはもう大事です。はい、丸さんにもちょっと最初ね、山登る前に教えてもらったものなんですけど、この1から6ぐらいまで、シリーズがあります。もし北海道で始める人がこれからいるんだったら、一回はちょっと目を通してみてもいいと思います。はい、2つ目、こちらです。これついてるのはソニーのアクションカムの AS100 なんですけど、これ何かというとスタビライザーですね。フェイユテックっていうちょっと韓国のメーカーのものなんですけど、電源ちょっとつけますよ。ほら、こういう風になって、手ブレがすごい抑えられるっていうスタビライザーなんですよね、電動の。これがね、だいぶ安くなったということで、私もついに買っちゃいました。新しいものではないし、結構ね YouTube でも動画たくさん あるので、これ別に動画にする予定は今のところありません。はい、3つ目です。こちらです。はい、ライスクッカーですね。特別新しい機能がついてるとか、そういうものでは一切ない。3号です。何にも変、新しいものはないです。ただノースフェイスが出している飯盒っていうだけで、中は特別ないですし、すごい頑丈ってわけでもないです。ただ僕ちょっとノースフェイスが好きなんで、最近結構服装でもノースフェイスのもの多くなってきて、まあ今はマムートのシャツですけど、マムートのシャツですけど、ちょっとノースフェイスの製品が好きなんでこれ買っちゃいました。インテリアとかしてもね使えそうなんで、ちょっと試しにね。はい、最後4つ目です。まあ別にすごいものは一切ないんですけど、こちら防湿箱ですね。これ何入れるかっていうと、まあここにカメラのマークとかレンズとか書いてるんで、まあ分かると思うんですけど、カメラをね入れる箱です。ここに乾燥剤が入ってて、最近湿度高いですから、ちょっと僕もね安いカメラだったら別にそこまで気にしなくていいんですけど、 80D 買っちゃったんで、やっぱそれなりのものをね、それなりって言ってもそんないいものじゃないですけど、
ちょっと最低限のものを揃えようと思って買いました。はい、何か気になるものがこの中にあるんだったらちょっとコメントでもねしてください。答えられる範囲で、答えようと思っています。ちょっと8月はね、まるさんと久々にねちょっとしたものを計画しているので、まあ、まるさんファンの人にはちょっと楽しみではないかなと思います、今月は。はい、ということで、また次の動画でよろしくお願いします。Bye.